木南関東公式。うわ。剛力火曜図。東京シティ競馬、TCK は、平成27年度のイメージキャラクターとして俳優の斉藤工さんと女優の剛力彩芽さんを起用いたします。また、イメージ。斉藤工と剛力かまは悪くないんじゃね。野郎の方は知らん剛力は最悪だ。オスカー筆だなとしか思えない、剛力黒歴史にならないように祈る。競馬場にもゴリ押し会を明らかに競馬なんかどうでもいいと思ってるんだろうな。剛力は困ったことに性格だけはいいんだよなから。で、女性客は定着してる。旧半分仮状態のジジイしかいないです。中黒枠でしか買わない。他の馬券が売ってることすら知らないような人たちやっぱり 8-8 だとか。よ。10そういうじい様たちが現地に行ってくれるから競馬が成り立つんだがな。剛力には需要がない早くそのことに気づけ。このイメージキャラクター2人を使ったことによってこの2人分のギャラを超えるだけの金が多い競馬に落ちるのですか。落ちないなら無駄遣い。大井競馬場スタンドリニューアル工事の開始について大井競馬場のスタンドが2015年ミノルにあます。2014年7月12日、大井。9、3号スタンド跡には何ができるの？え、新たな楽しみが持てるような施設、公式記者会見新しい3号スタンドを建てるお金はありま。脇田はなんで引退するんだよ。979昨日言ったけど、ゼドバッグが一番人気だったみたい。袋の中にバッグを入れた人たちをよく見かけた。落ち目の剛力をなぜ今更使うのか。大井競馬場。猫処分されたのかと思ってた。剛力とか猫とか地方競馬を支えてる 1R から買うジジイさん連中にとってはどうでもいいことだよ。サキパンがサインやな。TCK の一番の魅力は競争馬ですよ。競争馬が出てこなきゃどんなにイベントやったって主催者関係者のためになる本物のファンは生まれない時代。ただの博打好きほどイメージキャラクターとか不要っていうね。26だって金のやり取りしに行ってんだぜ。その対象は競争馬だぜ。魅力ある競争馬いれば自然と盛り上がる。馬は日本の場合ギャンブル。川崎のイメージキャラクターはいい線行ってるのに大井はなんで斜め上狙いなのか。27にとって競争馬なんてのは人へなる博打の駒競馬場は鳥羽競馬は人へなる博打。情報が増えてない W29 日本にとってだろう。日本じゃ競馬は人へなるギャンブルなんだよ。階級社会パーティー文化この2つの文化がある西洋とこれがない日。とりあえずランチパックの来場プレゼントとかしてくれないかな。競馬場のジジイに配ったところで山崎パンには何のメリットもないだろ。32そういう金がかかる支援はしないだろうな。皆さん頑張って当ててください。ボーマと応援ビデオがターフビジョンに流れるだけだ。